薬剤の入ったアップルのラベルは全部剥がしてありました。だから私には何の薬か分かりませんでした。いくら私にお金がなくても、たった2万円で人を殺す手伝いなんてしません。私は看護師として人の命を救う仕事に誇りを持って働いてきたんです。連絡本もあったろ。いくらもらったんだ。俺は金なんかどうでもよかったんだよ。俺はそれを見るたびに涙が止まらなくなるんだよ。130人を安楽死させた実在の医師をモデルに映画化。あの先生は救ってくれたんです。お前この5年間何人殺した？ドクターデスの遺産ブラックファイル。